はい、昨日はFM 横浜のね、なんだっけ、街角レポートとあってさ、で一応三崎港ラーメンとね、山田屋の一応収録っていうか生放送でやったんだけど、昨日はね一応僕ついてってプロデュース的なさ、こうなんだか采配したんだけど、自分は出ないようにしたのね。でとりあえずさ、ほら俺が出ても店にいないわけじゃん。だから逆に言うと店にいる人たちにどんどん出してって、で昨日テレビでラジオ聞いたよとか言われた方がいいんじゃないかなと思って、とりあえずやらせてみたんだけど、なんか口出したくなるんだよそれはねちょっと我慢してね、一応最後にねちょっと注意点だけは言ったけど、また次回もあるかもしれないからって言うんでさ、まあそんなにねラジオの放送って数多くあるわけじゃないから、まあとりあえず経験するね数って少ないと思うんだよね。でももう、木川田君はもうテレビと含めたら3回か4回出てんじゃないかな。だから徐々にねやっぱりこう、なんとかな、慣れてはきているけど、やっぱりさ、ね、数やらないとこれダメだなと思ったんで、まあ、昨日はちょっと僕は口出してないんでさ、全部やってもらったんだけど、まあ、人ってさ、まあ、すごく大事なのはやっぱ経験しないとダメだよねと思うわけで、昨日その後、まあ、ダイヤモンド経営者クラブってのがあって、まあなんだ、木内君とさ、合宿交換会って行ってきたんだけど、あれ1000人くらいかな、1000人近くいるね。でその中でさ、基調講演とかあって、例 の, ライズアップの、ね、状況で、結局その公認の社長をさ、ね、プロ経営者っていうね、のを呼んで一応立て直しを図ろうってことになって、で結局社長にはなったんだけど、多分ね相当重たいんだと思うんだよな。で結局社長は降りちゃって、で今はなんか、その立て直しする部署の責任者みたいになってるんだけど、これはもともとなんかカルビーとかさ、なんだっけ、もう一個ジョンソン&ジョンソン、あ、ジョンソン&ジョンソンねにいた人で、でやっぱりね、プロ経営者っていうことで有名になってるんだけど、別にもっとシンプルですと、当たり前だけども、要するに経営ってさ何ですかっていうことなんだよな。で経営って何かっていうと、やっぱりね結局その人なんだよね。で人なんだけど、その人の働き方とかというのをいろいろ考えていって、で、ね、もう一つは当たり前だけど成果主義、全く僕と同じ話をしていて、で成果主義ですよねと。でその成果主義外しちゃうと会社ってどうにもなっちゃうわけだよね。でもう一つね、僕と違うところは、彼は徹底的に稼ぐことだというわけで、その徹底的に稼ぐ仕組みを作ること。だから、最初にまず、ね、何をするかって言ったら、まず当たり前だけども、要するに企業の理念が必要だよね。で企業の理念があって、でその後にそれに対して仕組みを作ることだと。でその仕組みができてから初めて要するに人材ってものがね育っていくんだ。だから最初に人材ってやってると、要するに何していいかわからないよねっていうような形のことを言っていて、やっぱり、ね、経営の理念とかさ、まあ、会社のコンセプトってあるね。でそれはさ、ね、彼が言ってたんだけど、ね、いやこの指止まるでしょっていう話なんだよな。で僕はね、よく、ね、話を させてもらうのは、ね、経営者向けのセミナーではさ必ず言うことだよな。なんでかって言うと桃太郎の話だよね。桃太郎なんでさね、いろんな人がこうついてきたか、ね、別にね、そのおにぎり欲しいわけじゃないし、ね、きびだんご欲しいわけじゃないし、ね、ましてやその鬼退治なんてさ、ね、いうものに対して興味が全くない人たちだよね。でも日本一って旗を印を立てたことによってみんながついてきたわけだよね。でそれは何かって言ったら鬼退治が目的じゃなくて、日本一の要するにを錦の宮田にして動いたから、ああいうことになったっていうのは、まあ、納得正しい意見だよな。だけど会社の経営ってさ、なんとなくどっかからねおかしくなってきていて、で、ね、当然だけど稼ぐっていうねところは当たり前だよな。稼がないと会社継続できないから、でこれは一致するんだよね。でその会社は稼がなきゃダメなんだけど、要するにその稼ぎ方ってあるよね。でそれはやっぱり社会と照らし合わせてどうかってことを考えないとダメだ。でもう一つは、じゃあ逆にね、会社がそういうふうに思ってるとすればね、個人の人たちも同じように思ってなきゃいけないわけじゃん。例えば仕事をするね、で仕事をする、要するに価値観とか考え方っていうのが、ね、要するにただ要するに
あのね、食うために働いてる、これは ある意味ではさ、なんていうかな、1年生くらいだろうな。でそのただ食うために働く人ね、当たり前だけどもね、最初の採用の時に、ね、給料いくらですかで、それで、ね、それが生活に自分に合うかどうかってことが大事だよね。でそれはさ、まず一つの段階だよね。でその次の段階っていうのはやっぱり今度はさ、2年生になってくると、まあ、今日ちょっとブログでご入って書いたけども、2年生になった時に1年生が入ってくるじゃん。とね、ここで一番問題が出てくるのは教科書に書いてないんですよ。要するに、ね、学校の教育を受けた人たちってさ、みんな教科書を見て、ね、要するに学んでいてさ、塾に行くと、ね、教科書に書いてあることが答えとして教えてくれるから塾に行くと成績が上がるわけだよな。だけど塾の先生も教科書に書いてあることしか教えられないよね。試験に出てくることしか教えられないんですよ。でそれを、ね、要するに知ってるか知ってないかだけで、要するに能力があると思っちゃうわけじゃん。でそれがさ、ね、会社に入ってくるよな。そう、能力があると思って入ってきてるから、ね、でそこでバカに なりきれない人っているんだよね。バカに聞く薬に書いたんだけど、バカになれない人って何かっていうと、ね、俺はこんなんじゃないんだ、ね、俺はもっと仕事ができるんだ、もっとこういうことができるはずなんだ言ってんだけど、何もできないわけで、それは何かあったら人に聞くことができない人ですよ。だから人に聞くことができない人に対して、人に対して教えることはできないですよっていうことだから、ね、僕なんかはね、まあ、中途採用でこのね業界入ってたんだけど、その時にね、やっぱりいろんなやついろんなこと聞くわけね。それはなんでかって言ったらね、当たり前だけども、要するに、ね、学生時代にさ、ね、会社作って、ね、稼がないと食えないわけだよな、みんなが。だから稼ぐために何するか、営業するしかないじゃん。で営業するって何するかっていうと聞くことなんですよ。でどういうことしたらいいですか、ああいうことしたらいいですか、ね、で、どういうトラブルがありますか、まあ、聞きながら、要するに自分たちが要するに成長しながらさ、仕事を取っていくっていうね、これ基本的な考え方じゃん。でそれがさ、ね、うちの会社で営業に入ってくる人たち、ね、いるけれども、聞く努力しないじゃん。であとは、ね、コミュニケーション取れないじゃん。だから結局2年生3年生になった時に人とコミュニケーション取れないんですよ。だから要するになんとなくさ、そのまま偉そうなふりするしかなくなるわけ。どう、そうすると今度3年になるじゃんね。そうまた、ね、1年生入ってくるよな。と2年生は3年生こいつでひょっとしてできねえんじゃないかなと思ってるところでできないわけじゃん。ってなるとどうなるかっていうと、えばるしかなくなるってこと。だからね、よく会社の中にさ、上に行けば行くほどえばるやついるけどね、僕はね、こいつ本当バカだなと思うわけ。なんでかって言ったら、上に行けば行くほどバカになるっていう理屈を知らないと本当のバカになっちゃうわけ。だからある意味で、ね、僕は少しずつこういろんなことをね、考えたり、まあ、こうやって、ね、朝礼なんかもやってるけど、ね、さ、ね、うちの社員で朝礼見ない人もいれば、ね、別に興味もない人いるわけで、そうするとあ、この人時と同時にバカになる一方だよねってなっちゃうわけね。なんとなくさ、年取ってから、ね、うちの会社に入ってくるやついるけど、ね、もう文化全く違うのに、ね、なんか知らないけど知ったかぶったり、ね、してると成果はないですよ。だからそこは、ね、要するにまずいろんなこと聞いたり、ね、お客さんと話してみたりしながら、ね、一番最前列の情報が入らなくなると、ね、要するにバカな対象を敵より怖いってさ、ね、バカな対象になっちゃうと、ね、どんどん部下殺されちゃうわけじゃん。だからそれじゃ成長はしませんよってことね。やっぱり、ね、さっきの、ね、話じゃないけど、効率よく、ね、仕事をするっていうのは少人数で成果を出すことですよ。だから、ね、昔の、ね、乃木、将軍の、ね、戦略というのは、ね、要するに相当、ね、自分ができたから、ね、できない社員すごい嫌いなわけじゃん。できない兵隊大嫌いなわけじゃん。だから、ね、できないやつどん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 殺していっちゃうわけで、結果的にはさあ、ね、負け越しちゃうわけだよな。それ何かあったら、ね、要するにもともと要するにさ、素養ってものはね、人間そんなに変わりがないっていうことを前提としてやらないから、なんか自分自身がおかしくなっちゃうなっていうことだから、まあぜひね、そこの部分をね、僕は少しずつ改善していかなきゃダメだと思っているんで、まあ、今年からはね、はっきりさせようってこと、そこをね、だからそこをはっきりさせるっていうのが僕の要するに 今年の経営方針ですから、まあぜひ ね1年生が来たら今年新卒作るね。で2年生の態度をよく見とく。で2年生の態度を見ながら3年生の態度もよく見るっていうことだね。でそれを要するにね、やっぱりさ、一つのねグループを
ね、要するに、円満に動かせる能力っていうのが僕はこれから一番重要じゃないかなと思うね。そういう意識を持ってやってもらいたいと思います。以上。